大規模な経済制裁を受けたロシア経済はなぜ今も崩壊していないのかウクライナ侵攻後ロシアは西側諸国から過去に例のないほど大規模な経済制裁を課された 当初は混乱したロシア経済だが今も崩壊していない。何がロシア経済を支えているのか。英氏、エコノミストがロシア経済が持ちこたえている理由を解説する。経済制裁は効いているのか。ロシア経済の実態は見えにくい。平時でもその透明性はシベリアの吹雪レベルだ。 ウクライナ侵攻以来ロシア中央銀行やロシア連邦統計局はあらゆるデータの公開を停止している今も同国経済に関する数字は多少あるもののその信頼性は低い多国籍企業も同国からエコノミストを引き上げた投資銀行はロシア企業に関する助言ができなくなったため調査活動を縮小している 実態がよくわからない中ロシア経済の状況について今激しい議論が巻き起こっている最近共同で論文を発表したイェール大学の5人の研究者は欧米企業の撤退と制裁がロシア経済を不自由にしていると主張する経済的な強さは全て見かけ上のものにすぎないとするこの論文は広い層に注目された プーチンが選んだ統計はメディアを通じて軽率に広く伝えられている。またそれは良識はあるのに不注意な専門家に利用され非現実的なほどクレムリンに有利な予測を算出させていると彼らは述べる。一方それほど暗くない見方もある。コンサルティング会社マクロアドバイザリーの創業者でロシア通として知られるクリス・ウェイファーは ロシアの経済は崩壊に向かっているわけではないと最近の論文で書いている一体何が真実なのだろうか確かに不調なロシア経済ウクライナ侵攻後ロシア経済は大きく混乱したルーブルの価値はタイドルで4分の1以上も下落株式市場も暴落したため 規制当局は取引を停止させた。欧米企業は次々と撤退し、各国政府は制裁を強化した。それから1ヶ月も経たないうちに、2.5%の成長とされていた2022年の同国の GDP 予想をアナリストたちは10%近く下方修正した。さらに悲観的な予想もある。ホワイトハウスは、 ロシアの GDP は今年最大15%減少し過去15年間の経済的利益を一掃すると専門家は予測していると発表しているどの議論においても指摘されるのはロシアはまだ苦しんでいるということだルーブル安定のために春に行われた大幅な金利引き上げと外国企業の撤退によってロシアは不況に追いやられた 公式発表によると第二四半期の GDP は前年同期比4%減となった300ほどある単一産業都市の多くは制裁によって傷つき本格的な不況に陥っているまた高学歴の人々を中心に多くの市民は国を去り資産を海外に移す者もいる2022年第一四半期には 外国人が150億ドル相当の直接投資を引き上げ、過去最悪となった。2022年5月のロシアからグルジアへの送金は、ドル換算で前年の10倍という驚異的な数字を記録した。欧州よりも経済好調しかし、今回多様なデータを分析したところ、ロシア経済は、 最も楽観的な予想よりも好調であることが分かった。石油や天然ガスなどの炭化水素資源の輸出によって形状黒字が大幅に増加しているためだ。例えば、リアルタイムの経済成長を示す投資銀行のゴールドマンサックスによる経済活動指数図表1が参考になる。 ロシアの数値は2022年3月から4月には大きく低下したが、その後数ヶ月で回復した。この加工は2007年から2009年の世界金融危機時や2014年のクリミア併合後ほどのレベルではない。他の指標も同様の状況を示す。ロシアの前年度比 GDP 変化率図表2を見ると、 現在の景気は悪いもののもともと不安定な同国経済からするとそれほどひどいわけではない。JP モルガン・チェース銀行によると2022年6月のロシアの工業生産は前年同月比で1.8%減少した一方企業アンケートをもとにしたサービス業の成長指数は以前の危機時ほど打撃を受けていない。 当初減少した電力消費も再び増加しているようだ。物の需要を示す鉄道の積み荷数も持ち直している。さらにインフレは緩和されている。2022年初頭から5月末までの消費者物価の上昇率は約10%にもなった。ルーブルの下落で輸入品が割高になり、欧米企業の撤退で供給が減ったのだ。 しかしロシア連邦統計局によると現在物価は下落しているコンサルタント会社のステート・ストリート・グローバル・マーケッツとデータ会社のプライス・スタッツがオンライン価格を元に算出したデータでも同様の傾向が見られるルーブル高によって輸入品のコストが下がり今後のインフレ見通しも低下している フリーブランド連邦準備銀行とコンサルティング会社のモーニングコンサルトブランダイス大学のラファエル・ショーンレが算出した今後1年間のロシアの期待インフレ率図表3は2022年3月の17.6%から7月には11%に低下しているガスが豊富にあるロシアではエネルギー価格の上昇による高インフレが起こる可能性も低い 家計ののの助けけにななっていいるはは物価の下落だけではないロシア最大銀行のズベルバンクによると実質賃金の中央値は春以降にに急激に上昇している多くの企業が従業員の一時解雇や無給労働を行ったため現状を正確には示していないであろうが2022年6月の失業率は3.9%と過去最低を記録した。 労働市場が持ちこたえているため人々は支出を続けられる。ズベルバンクのデータによると2022年7月の実質的な個人消費は年初とほぼ同じだ。春に輸入が減ったのは多くの欧米企業が供給を止めたせいでもある。しかしこの落ち込みは近年の不況に比べれば深刻ではなく輸入額、受賞4は急速に回復している。 やはり米国の出方次第と思う。環境政策で原油・天然ガス増産を停止したことが大きな障害ではないだろうか。主にロシア産に依存してきた欧州 EU が経済制裁を加えても、その反作用がロシアからのガス・原油供給の制限停止となり、グリーン計画が頓挫しかねない状況に陥っている。双方がどこまで耐えうるかだが、 ロシア産は中国、インド等に振り返られていることはロシアにとり有利ではないか、これらをはねのけるためには、米国の増産かウクライナへの直接介入しか残されていないのではないか、当面はウクライナの代理戦争状態をやめさせるためにも、米国が支援を強硬に実施していくことではないかと思う。